ラクの伝説はもろくも崩れ去り、カサンドラに安堵の声が響き渡っていた。しかし平穏の時は長くは続かない。行く手を阻む剣豪親衛隊、そして時のもとにも魔の手が伸びる。果たしてケンシロウは時と再会できるのか。襲いかかる剣豪親衛隊に時の北斗宇城剣が炸裂する。無事時との再会を果たすケンシロウ、そして告げられるカサンドラの真実。元凶たるは自らを世紀末覇者と名乗る剣豪。剣豪とは北斗の長兄ラオウ。この戦いに終止符を打てるのはケンシロウただ一人。北斗七星の横に寄り添うように光る星、その名を七長星。七長星が見える者にはその年のうちに死が訪れるという。いつしか七長星が見えるようになっていた時、そして間宮の頭上にも七長星が輝いていた。待ち受ける死の運命に抗うことはできるのか。そしてもう一人、七長星が見える男がいた。剣王進行隊に一人立ち向かい、華麗な技で一掃するレイ。だが強大な力が全てを飲み込もうとしていた。巨大な黒い馬にまたがり、地響きを轟かせゆっくりと近づく世紀末覇者剣王。剣王、この男が。どこからでもかかってくるがいい。レイ、やめて。その人と戦っちゃダメ。心配するな。俺は戦うことでしか借りを返せない男だ。今のは神髄を極めた。その身にオーラをまとうことができる。貴様はこの俺に近寄ることすらできんのだ。兄さん、たとえこの身が砕かれようとも。レイ、やめて。なんと究極奥義ダウト詳細剣。愚かな。来たか、ケンシロウ。貴様とはここで蹴りをつける。ほう。北斗知識兵山ドリュはずだ。俺は昔のケンシロウではない。